皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の、15日18時51分、女子ネーションズリーグに関しては、女子オリンピック出場が決定しています。で、阪神タイガースの試合が、まあ、私の自宅からでは地上波はありません。で、阪神タイガースの人たちへのメッセージなんですけども、18時前に昼ご飯とシャワーを浴びました。で、これはヤクルトの試合が、プロ野球の日程の方で見ると、試合中だった時間帯にシャワーを浴びたかもしれません。ヤクルトと、対戦チームがどこだったか忘れましたけども、もうそこは点数差開いていましたので、そこはもうノーカウントでいいでしょう。そうじゃなかったら阪神タイガースに絶対試合寄せが来るわけじゃないですか。で、遊んでない、で、18時前にシャワーも浴びたし、昼ご飯も食べてると。こう乗ってくると、阪神タイガースの方に、得点がいかなきゃならない。で、あと、その女子ネーションズリーグに関して、その放送を見てるときに頭の中を送っていれば、阪神タイガースに行くような仕組みになっているのか、これだったら、それだったら、最初からルールを僕に開示しておかなきゃならない。もともと一人でたくさん多くの試合を行うっていうこと自体が、負担が大きい。で、まあソフトバンクも、だからもともと巨人側だったから、巨人の悪口を言っちゃダメっていう法律なんかありませんよ。ないですよ。それこそ違法行為。で、東京が悪いことをしていたと総本山であって、東京が悪さのね、エロ業界の総本山でもあったわけですし。じゃあ、東京ジャイアンツで活躍した王貞治さんが九州行った時最初どうだったかって。大英ホークスとして。ほとんど5位とか。これは本当の話ですよ。だから東京ジャイアンツっていう一種特殊なところがあって、で、そこには、もうエネルギーの残存量問題を無視した考え方があったから、もうだから東京の負けなんです。で、その分の、流れを持ってる。もともとがね。で、今は順位的に考えたりしたとしても、どう考えても、今日のね、時間差のある試合に関して、阪神タイガースの得点がいかなきゃならないです。遊んでないですから。昨日の晩に関しては、夜寝る前に、23時前ぐらいに、ちょっとぐらい、一応音楽を聴きました。ある程度、そういうふうな行動をしなかったら、そのうち忘れるんですよ。誰とどういうふうに関わったかとか。音楽業界の人たちとかと。だからそういうふうな行動ある一定のことをしなきゃならないのと、多分僕の今の状態って、長時間労働になってません。無理やり起こされ、ね、僕の証言とかで見たらわかると思うんですけども、無理やり起こされるわけじゃないですか。メジャーリーグの試合が終わった後。で、メジャーリーグもその時間帯、12時過ぎぐらいにね、寝転んでいたら、やっぱり、ね、マリナーズと、ドジャース、負けてるじゃないですか。っていうことは、結局アメリカも、スポーツの勝ち負け、僕は関わってる状態になっていて、これヤンキースがどうなってるかなんですよ。どう思います?皆さん。試合時間は基本的に夜中でしょ。で、僕は寝てるでしょ。で、僕は対戦チーム側で寝ている時間帯だったとして、それでヤンキースが勝てていたら、だから寝てる寝てないなんか関係なしにしなきゃならないんですよ、多分。だから自分たちが優位な条件を得てるか得てないかによって、それでペナントレースどこは優勝するか決まってくると。結局それですよ。だからそれは昔の読売ジャイアンツ。読売ジャイアンツとヤクルトスワローズが優勝回数が多かったんですが、一番。特に突出したのが読売ジャイアンツで、その次がヤクルト。だったでしょ?1985年阪神タイガースが優勝日本一するまでは、戦後で数えてですよ。まあ、僕のデータ、しっかり記録残ってますから、で、その当時の時の他の人たちの会話とかも覚えてますから、阪神タイガースが、日本一になったら次は広島とか、それは子供の頃の話であって、それは広島、豊川ポンまで優勝回数が少なくてっていう状況で、今年に関しては横浜 DeNA で阪神タイガースが2位か3位に入っておいて、で、上がってくる球団を阪神タイガースが倒すか、今のゲーム差だったら、なんとか2位、3位に、
ロッテ楽天とかそういう風な形、ちょっとね、今日の試合がロッテが10対0で勝ってるでしょ。もうちょっと得点をね、 5点とか取ったらもうあと得点楽天の方に回してあげるとか、はい、まあ、0点で抑えてるわけですから、だからその辺のところで効率性が悪いなっていうのはあって、まあその辺は見破りですね。だからロッテから取ろうとしてるんじゃなくて、パ・リーグのその得点の行き方、ロッテと楽天の得点の行き方が、まあまんべんなく行くような形にしておいて、で、阪神タイガースは阪神タイガースでこの時間帯だから、まあ勝てなきゃおかしいっていうことになってきますね。アクセスできるようにしてる動画とかホームページ、その内容等々を考えたときに、そうならなきゃおかしい。で、この状況下で物事を進めると、女子ネーションズリーグを見ながら頭の中を供給して、で、阪神タイガースが得点を取れるような形を作らなければならないみたいな状況に、最初設定されていた。で、とりあえずね、その途中経過とかはわからないんで、まあ僕もその方向で動こうかなと思っています。この動画をアップロードするのに時間がかかりますから、19時ちょうどからは、女子ネーションズリーグの方は取り組めません。以上です。